新墓駅は、かつて、福井県鶴ヶ市川嘘川町にあった、日本国有鉄道北陸本線の駅である。かつて川嘘が生息していたことから名付けられたと、言われる川嘘河内はその名の通り山間の、木の目川沿いの、小さな集落で、その集落を見下ろす形で、山の斜面の中原に橋と地区をかけ線路を敷いた。今城片登り勾配の弓矢坂部が始まる地点に、 当後信号章を設けたが、住民の要望で新保駅に昇格した。新保という名称は川内川岸より約4キロメートル北の集落の名であり、川内川岸という地元名は廃線バス転換してあとようやく復活した。ちなみに貸し曲トンネルも2つ並んだトンネルのうちの貸し曲よりのものという意味で立地は川内川岸である。 山間の弓矢座カーブのしかも川をまたぐという地理条件に加え、単線から信号処刑、乗客駅か、さらにスイッチバックか、貨物側線併設へと進化し、設備が後付けで付け足されたため複雑な構造になっていった。航海機で単線の本線の西側には、鶴ヶ方引き込み線と対面式ホーム2面2線が設けられた。本線東側には、 側線とそれに連なる今城型引き込み線があった。それぞれの線路には渡り線が設けられた。停車する下り列車のみがまず今城型引き込み線に入り、それから鶴ヶ方引き込み線のホームに入るという仕組みであった。上り列車の場合は先に鶴ヶ方に入り、そして今城型に退避してから本線に戻っていった。後期には三十連などの工夫もあって、 通過列車はスイッチバックをあまり必要としなかった。今城型引き込み線は、北陸トンネル建設時には延長され、派遣縦港への資材運搬拠点とされた。北陸トンネルにはいくつもの縦港が掘られたが、筒石駅のようにトンネル駅として転用する意向は、当初よりなかった。貸し局トンネル国鉄バスに転換後、地区手やトロバンは県道に流用された。 鶴が今城環球線の現役時代の道路は、築堤を見上げる形でまとわりつくようにところどころ、工作し、陽原、山中間に並走道路はなかった。新房駅周辺の配線前の道路は、木の目側に沿った細い路地で駅の東側は、北陸自動車道の下となっている。かつて川嘘川内バス停があったところの膨らみは、ホーム跡ではなく信号制御完成等跡である。 記念碑が建てられたが、道路改修工事の度に、場所が微妙に移動している。現在は、川ワ川千葉指定も、木の目川の北側に移動している。鶴ヶ方引き込み線跡には、建物が立ちし打ちとなっている。今城片跡は、国道と北陸道に変貌。なお、新房駅南方の川ワ川ソカ貸し局領トンネルは北駅一方通行として、機能していたが2002年、 国道476号木の目、峠トンネル開通に伴う道路整備により貸し局トンネルは歩道として保存されたものの、川佐河内トンネルは拡幅され、原型を止めなくなった。同時に木の目側にかかる旧新保駅高架橋梁も新たに掛け替えられた。ありがとうございます。